鶴見大学本源氏物語系図とは、古経図に分類される、源氏物語系図の一つ。本系図は現在鶴見大学の所蔵となっていることから、この鶴見大学本の名称で呼ばれている。サネタ本以前の古経図に分類されるもので、国文兼本古系図と並んで現存する、源氏物語系図の書伝本の中ですみさんよ。 はじめとセルス守る末期関係の人物に関する最も詳細な記述を含むことから注目されており、スカミサンイボンと呼ばれることもある。書写された時期は室町時代末期とみられる。内大下大ともになく、奥書き、式語の類も裏書きもない。一部に擦り消し、訂正の跡が見られる。全体的に保存状態は比較的よく、判読できない部分はほとんどない。 現在は折本一条の形態であるが、元は巻き本だったものを後に改装したと見られる。現在付けられている表紙はかなり古い時期のものであるが本文とわずかに大きさが異なることなどから候補と見られる。系譜部分に収録されている人物の数は189人である。この系譜部分に収録されている人物の数を一家のように様々な固形図について調べ、 人数順に並べてみると、以下のようになる。この人数を、時はズ子が唱えた経図に収録されている、系譜部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則に当てはめると、ためう字本と消化本の中間くらいの人数であるということになる。球場下本をはじめとする多くの固形図では皇室、及び、源氏を含むその子孫たちの経図は、 大乗天皇から始まるものと紫の上の父である、式部武境遇や富士津墓らの父である、先帝から始まるものとが別々に記されている。それは、この大乗天皇と先帝との血縁関係が54条からなる、現存する、源氏物語の本文からは明らかではないためである。ところが、本、鶴見大学本源氏物語固形図では、先帝と、 大乗天皇を兄弟として皇室及び、源氏を含むその子孫たちの系図を、先定から始まる一つの系図にまとめて記載している。このような始まり方をする、源氏物語系図は、本社本の他には、神宮文庫本古系図や天理図書館像、源氏物語巨祭などわずかな古系図のみである。その他現在一般的には、右大臣と呼ばれている人物に、悪大臣、 は大臣と中記しているのも、本系図の他に例を見ない特徴である。ホタル兵部境遇の子である玄山美と、その子頭中条、つかみ三位、つかみ中の君の兄弟姉妹の記述に関しては、寿司関係の記述のある文献として、従来から知られていた、昇華本古系図などとほぼ同様の記述が存在する、ものの、玄山美の最初の妻でありそう、守る姉妹の母と、 その死後に、玄山味の5妻となった姉妹らの系譜、玄山味の5妻の元の夫らの刑夫、須、森蔵くらいの乳母とその兄弟姉妹らの系譜という三つの、これまで全く知られていなかった人物らについての詳細な記述が見られる。寿司関係の記述を持つ、古形図は、現在およそ十本程度発見されているものの、この三つの系譜の記述を持つ、古形図は、本、 鶴見大学本源寺物語古経図以外では21世紀になって発見された進出資料である国文圏本古経図のみである。また、現残美の母親について全参院とする他に例を見ない記述も持っている。経譜の後に、その父とも知らぬ人々として、経譜の不明な125人の人物を、さらに無名として12人の人物を挙げている。 その後にはといった内容が書かれている。得意な内容を多く持っている本、鶴見大学本源氏物語古経図であるが、類似した点を持った資料がいくつか存在することが明らかになっている。2007年に国文学研究資料館の新集資料となった、光源氏経図と題された鎌倉時代から南北朝時代にかけて書写されたと見られる、源氏物語古経図である。 寿司関係の記述を持つ、古経図は、現在およそ10本程度発見されているものの、多くは巣守る姉妹についての記述を持つのみであって、という3つの経譜の記述を持つ、古経図は、本、鶴見大学本古経図以外ではこの、国分県本古経図のみである。ただし、スカミさらの父である玄山美と、梅島木において、蛍兵部境遇の息子として登場する自重に、 ついては、寿司関係の記述を持つ源氏物語古経図書本の間でも一人の人物とする電子水谷実習室、本古経図、源氏物語巨彩、源氏経図小教などと、兄弟の関係にある別々の人物としている、小家本古経図、泉州大学本古経図などとが存在するが、本、鶴見大学本古経図では、兄弟の関係にある別々の人物としているのに対して、 国文献本では一人の人物としているといった違いが存在する。寿司関係以外の記述についてみると、鶴見大学本古系図の特徴である、大乗天皇と先帝を兄弟として扱っていることや現在、右大臣と呼ばれている人物を、足大臣と呼んでいることなども共通している一方で、警府部分に収録された人数が、鶴見大学本は八十九人であるのに対してこの、 国文研本では163人にとどまっているなど、大きく異なっている点も多い。本、鶴見大学本に、極めて近い内容を持った、源氏物語固形図の段冠の存在が、確認されている。井春樹によって紹介された、古筆手鏡、花月に含まれるもので、六条ありずみ筆と伝えられる、江戸時代初期の書者と見られる、源氏物語固形図の段冠と思われるものである。 すモもる姉妹の父、原残美の母について、前一シーンとする記述が、本、鶴見大学本と共通している。ありがとうございます。